こんにちは新しい友達女優の有村架純が主演を務めるドラマ「姉ちゃんの恋人」関テレフジテレビ系毎週火曜21時第2話が今夜放送第2話ではあるトラブルをきっかけにモモコ有村のトラウマが明らかに同じく心に傷を負った過去を持つ新人林との距離が急接近する本作はハロウィンからクリスマスにかけて女手一つで弟三人を養うキモッマ姉ちゃんの主人公と 個性豊かな登場人物たちが繰り広げる、恋と家族愛の物語。有村が主人公の肝ったまねえちゃん、足立桃子、林健人が、桃子の恋の相手、吉岡正人を演じ、その他、藤木直人、小池栄子、尚、高橋海人キング、ンプリンス、紺野真昼、八井一郎、三井市健、枠井エ美らが共演する。 脚本は有村が主演した2017年度前期の NHK 連続テレビ小説「ひよっこの岡田義和」。ひょんなことから、壊れたが、桃もこたち球儀を直してくれたのが真人だと知った、桃子。性格はまるで違うものの、どこか価値観が似ている真人に、恋心を抱くようになった桃子は、家でも終始上機嫌。 もはや恋をしていることは、一目瞭然で、数てる高橋たち三人の弟は、そんな姉の姿を心配そうに見つめる。一方の真人は、桃子の予算案が承認され、クリスマスプロジェクトが無事に動き出したことに、嬉しさが込み上げる。ホームセンター、一丸となっての仕事に、楽しさを感じ始めた真人は、なんとかこのプロジェクトを成功させたいと、上司のサトシ、藤木にも協力を依頼する。 順調にプロジェクトの準備が進む中、足立家では、桃子の親友の、三ゆ直と親戚の、川上光石を呼んで、鍋パーティーをすることに、ところが当日、みんなが桃子の帰りを待ちわびる中、桃子は仕事で思わぬミスをしてしまい、急遽商品をお客様の自宅まで届けることに、その場に居合わせた真人子を車で送っていくが、助手席の桃子の手は、なぜか震えていて、プロジェクトが終わってしまうと、もう会えなくなってしまうかもしれない2人が迎えた。 プロジェクト当日、店内の模様替えを行うハロウィンの夜に、二人の距離も急接近する。ドラマ姉ちゃんの恋人、第2話は、関テレフジテレビ系にて、11月3日、21時放送。次のオーディオビデオでお会いしましょう。